制度に向けたお考えというふうに言われたんですけども、それはもう少し具体的に言ってもらってもよろしいでしょうか。どうましょうかね、制度の立て付けとしてそう書いてありますので、しっかり読んでください。一般質問というのは議員の方の勉強をするさせる場ではないんですね。市長、少しお分かりになりましたでしょうか。こんにちは、ナニコレ政治です。今回は笑いをお茶の間に届けてくれる政治会、その代表格の山根議員と石丸市長のやり取りを見ていきます。どうやったらそこまでしくじれるのかが疑問というか、もはや才能ではないかと思ってしまう内容です。しかも最後のオチまで完璧で、下手なドラマよりも笑ってしまいます。それでは本編へどうぞ。続いて通告がありますので発言を許します。7番山根議員。7番政治会、山根敦子でございます。通告に基づきまして2点について質問をいたします。まず1点目、人口減対策についてです。さて、秋田和志の今月の人口は、2023年6月1日の人口は26,812人です。高齢化率は 40.7%。 さらに2040年には28,677人、高齢化率は 44.9% と予想され、高齢人口が生産年齢人口を上回ると予想でした。特に農産業村を中心に人口減少は加速しております。今回の一般質問では、少子化や自然減を憂うのではなく、これからの地域の将来に向けて地域産業の働き手、地域の担い手の確保についての市のお考えを伺うものです。通告書に書きました通り、国は地域からの人口の流出の要因、また UI ターンの障害として、年間を通じた仕事がない、安定的な雇用環境がない、給与水準を確保できていないなどを課題として挙げております。さらにこの人口減少地域では、地域の農林水産業や商工業等事業者にとっても担い手の確保が課題となるとのことです。これらの課題に向けて、国が移住者を定着させるための制度的支援を行っていることを知りました。人口が急激に減少している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業を行う事業協同組合に対して、財政的制度的な支援が行われているのです。特定地域づくり事業とは、マルチワーカー、季節ごとの労働需要に応じて複数の事業者の事業に従事する、それにかかる労働者派遣事業等を言います。すでに令和2年に法律が施行され、人口急減法と呼ばれており、令和2年度先行事例調査が行われた後、本年度令和5年度には82組合、全国でです、85市町村が関わるものとなっております。そこで質問です。安芸高田市において、この国の制度、特定地域づくり事業協同組合制度に向けたお考えはないかを市長にお伺いします。答弁を求めます。反問権より先に
答弁をお願いしたいと思いますが、通告書でわからないので何か違う言い回しがあるかなと思って聞いてたんですけど、内容がわからないからいうことですか、はい、最後の一文わからなかった、はい、じゃあ反問権を認めます。はい、島留首相、はい、一番最後に制度に向けたお考えというふうに言われたんですけども、それはもう少し具体的に言ってもらってもよろしいでしょうか。あの向けたお考えというのは一体何をどういう観点で聞きたいのかが判然としませんので、もう少し細かくお願いします。山根議員、答弁を求めます。はい、市長の反問権に、答えます。この制度、令和2年度にも先行事例調査が始まっております。で、あのどうましょうかね、もう国内でもそれに関わって、入って、進めている自治体もいる。で、県内詳しく言いますけど、15県のうち鳥取、島根、岡山の3県13市町村が特定地域づくり、事業推進、計画に入ってもう交付金交付決定されております。令和5年度、今年度は広島県も加わり4県17市町村となっています。こういった中で本市もこの制度に、取り組むことはされないですかとお聞きしているところです。答弁を終わります。はい、答弁でよろしいんですね。はい、石丸市長。はい、市が取り組まないのかという質問だったのでお答えすると、まずこの制度は自治体が主体的に推進する立場にありません。制度の立て付けとしてそう書いてありますので、しっかり読んでください。地域の事業者が共同体を設立すると、でそれでその運営に対する財政支援を国や市が行うという立て付けです。中途半端な聞きかじりの知識をここで披露しないようにしてください。一般質問というのは議員の方の勉強をするさせる場ではないんですね。まずそこは調べてきてください。でもし本当にこの制度にご関心をお持ちなんであれば、ここ大事なところです。本市においては2020年12月に、もう2年半前です、熊高議員が呼びかけ人となって研究会が開かれています。もし市にご関心があるならば、熊高議員にお願いをして研究されてみてください。ちゃんとお願いすればそれを無限に断る方ではないと思います。答弁を終わります。はい、山根議員、立て付けが、市が入るべきなものではないと言われております。ただ中身をもっと正確に、言われた方がいいと思いますが、これは国が入っている制度です。で国、そして県、そして市が関わらなければ動かないようにできております。で地域が動いて初めて成り立つ事業ではあります。それは組合を設立しなければいけないから。でもその裏側にはしっかりと国と県と市が関わって、市も支援をし、国と市でしたかね、助成金を出すように、なっております。全く市が関わってないわけではございません。でそこのところを抑えて、今回お聞きしております。で、同僚議員は研究会をされているそうですが、これはまずは組合を作ること、そこに一番力を入れなければいけない。地元の事業者たちが どういう形で、働き手担い手を求めているか、そういう求めている事業者たちの集まりで組合が
まあ、作られ、その組合が、事業者あの担い手を受け入れて、そして、動くものです。そのために、真の動きも必要であるというところで、私は、まあ、質問しているところでございますが、市長、少しお分かりになりましたでしょうか。答弁を求めます。石丸市長、はい、大変申し訳ないんですが、山根議員が分かってないんだなというのがよく分かりました。よろしいですか。あの、事業者があって初めてではなくて、事業者ありきなんです。そこが出発点です。国や県や市が騒いでどうにかなる話ではないんです。事実、この設立を支援する団体があります。県の中にも、そこに、いろいろですね、ヒアリングをしています。課題としてはこのように挙げられています。市町村が旗を振った場合、どうしてもやらされ感が出てしまうと。それじゃダメだと、はっきり当事者の方が認識を示します。で、実際今数をご紹介されましたが、その中でも運営が軌道に乗っているところは少ないと、各組合とも苦労をしている様子が伺えるとまで言われています。ですので、まずこの問題を本当に何とかしたいんであれば、きちんと勉強して、そして改めてここで問うてください。はい、山根議員。はい、市長はよくあの、この事業について、まあ、勉強していただいたんだなと思いました。だからこそ、あの、市のお考えを一番初めに伺ったわけで、まあ、そういうあのお考えであるのなら、理解をいたしました。はい、それでは2点目に入ります。はい、はい、山根議員に申し上げます。はい、一般質問の途中でございますが、大方1時間になりますので、ここで11時5分まで休憩といたします。